はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。キャンドルライト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。肺がん切除手術、10月14日から、辛い抗がん剤治療が一段落、まあ、3、4ヶ月かかる、まあ、ワンクール、全部で8回注射するんですけど、何週間かおきにね、2月28日やっと復帰のめどが立ちました。28日にある豊島区本議会から議会に復帰します。一応治療終了ということでね、皆様のご支援と、祈ってくださったおかげであります。誠にありがとうございました。いろんな物品送っていただき誠にありがとうございました。重曹とかクエン酸とかもありました。あと体にいい健康食品なんかもね、誠にありがとうございます。お手紙や物品の送付先はですね、動画説明欄もっと見るをクリックしていただくとババッと開いて記載してあります。今後ともよろしくお願いいたします。将来的にですね、地方議員立候補を目指す日本改革党東京支部長募集開始いたしました。一応ですね、東京地区限定であります。参院選前、東京で政治活動してもらって日本改革党の知名度を上げてもらいたい。で、私が6月末、7月に参院選出ますんで、ここでもまあ日本改革党の宣伝してですね、で、参院選が終わったらば、今度は私がですね、支部長の政治活動をお手伝いに回ろうか、みたいな計画を立てております。応募ページはですね、動画説明欄もっと見るをクリックしてください。東京地区限定ですが、ふるってご応募ください。東京以外の地区はですね、参院選後募集いたします。ですんでね、まあ、埼玉とか千葉とか神奈川とか他の地域、まあ、北海道から沖縄からあるのかな、参院選終わった後お手伝いに回るみたいな、感じですね。指導とお手伝いですか。IT メディア記事、2月23日ワンセグ携帯がなくなりそうなのは NHK のせいなのか。2020年以降ワンセグ携帯がほぼなくなったことについて大手に聞いてみた、という記事が載っておりました。新機種スマホ発売される新しい機種でワンセグついてんのないそうです。どこも年々需要が減っている状況です。これワンセグの需要ね。KDDI ニーズ自体が減少している状況です。今後ワンセグ携帯は希少な存在になり、動画配信が主流になるトレンドは続きそうだ。まあ、NHK を携帯で見るよりもネットでね、スマホで動画つべとかネトフリとか見るのがもう主流だわ、ということらしいんですけどね。ネットの反応です。テレビ見ないからだろう、電波悪くて室内屋内じゃ見えないし、当然そこまでしてテレビ見たくない。 NHK は YouTube に貢献。まあ、これどういうことかっていうと、 NHK が受信料取るよワンセグでも言ったから避けられてるってことですよね。民放だけ見ても受信料を取られる、理不尽。そうなんですよね。まあ、テレビ持っててもですね、 NHK は一切見ねえから金も払わないっていう権利を認めてませんから、今のところ放送法がね。 NHK と民放お手手つないで仲良く沈没、テレビを見なくなったのも NHK のせい。ワンセグどころかテレビ自体売れなくなって家電メーカーが大ダメージ。 NHK に金払うぐらいならドブに捨てる。この人も極端ですね。ワンセグとかカーナビはもともとグレーゾーンだったんですよ。どういうことかって言いますと、放送法15条にですね、協会は NHK は全国あまねく良質な番組を届ける義務があると定められておりまして、トンネルとかは地下で見れないのにあまねぐじゃねえだろっていうツッコミが入っとったんですね。主に私からNHK がこれの対策する前に
機種そのもの、ワンセグってもの自体が絶滅しそうなのは喜ばしいことであります。3月27日午後日曜日、池袋で NHK スクランブルでも計画中であります。当局に通してありますんで、まあ、ほぼ開催します。開催になります。正式にいろいろ書類書いて提出したら、まあ、正式ということで、事前に告知しますので、その時はよろしくご参集ください。よろしくお願いいたします。来年度予算案、衆議院採決の場で、令和の大石衆議院議員と山本太郎が壇上でマイクを使い、このままで予算でいいのですか、国会の茶番に抗議します。これっぽっちの予算案で困ってる人を救えるかなどとパフォーマンスした件について、自民党議場の秩序を乱す、ああいった行為は国会の権威に関わる、許せないとして懲罰動議を出す構えだそうであります。まあこのままお咎めなしでは共産党も立憲もやりそう、やりだしそうだしな。つまり不意にマイクを奪ってギャーギャー怒鳴るというパフォーマンス、共産も立憲もいかにもやりそうだしね。このまま何にもお咎めなかったらな、まあ、そうなったらですね、学級崩壊ならぬ議会崩壊ですよね。特殊野党の連中が口々になんか絶叫してたらさ、懲罰動議出せって、こういう時こそ出すべきですよ。私は豊島区議会で共産党立憲が出した懲罰動議からの懲罰委員会にかけられまして、何にもね悪いことしてないのね。本議会の自分の持ち時間にですね、共産党が内裏助け仕様の選挙違反を平気でやるのは我々は家畜のように思ってっから、本当のこと言っただけなのに懲罰委員会にかけられました。懲罰委員会にかけられると一番重くて議員の資格剥奪っていうですね、議員辞めさせられるっていう重いものであります。令和のこの所業はですね、自分の持ち時間でないのに、議長に許可を得てないのに採決を妨害っていうですね、まるで私の場合と違う行為ですよ。なので自民はヘタレバカ岸田のことなかれに屈せずですね、懲罰動議出せっつうの、これで出さなかったら本当にがっかりですね。まあ自民にがっかりしてから区議会議員の立場を投げ捨ててですね、私自ら参院選に出ようとしてるんですけどね。令和はなんでこんな行儀の悪いことやったのかっていうと、支持者がそれを喜ぶからですね。支持者が受けるから。で令和の支持者は民主主義じゃないので議場を荒らしてむしろ喜ぶような連中であると。まあ早い話が暴力主義っていうか大声主義っていうか論より大声嫌がらせそのものの連中、定年退職しても革命戦士気取りの連中が多いんでしょうね。令和第二共産党ですから、ここ、ネットの若者ぶった令和支持者は雇われた工作員ですんで騙されないようにしてください。令和は結構若い人支持多いななんて嘘です。それあそこね、金払って工作員雇ってます。で若者ぶって工作させてますんで、令和の支持者の中核はもっともっと定年退職とっくの昔にしたような方々です。火炎瓶投げ捨てた頃が忘れらんないんでしょうね。ですんでね、そういう議会での絶叫パフォーマンスとか人に迷惑かけるようなぶち壊すような行為が、血がたぎっちゃうんでしょうね。何十年も脳みそ停止してて哀れの一言なんすけどね。誰にも相手にされないおじいちゃんおばあちゃんが喜ぶと、令和よくやってくれた。ツイッターなんかにもそういう声が溢れておりますけれども、哀れの一言です。ロシア政府発表、ウクライナ東部の独立2国から軍事支援要請された軍事作戦を実施する、港湾都市オデッサやマリウポリに上陸し全面侵攻開始。ロケット弾で発電所を攻撃してみたり、いろいろウクライナ全土で、戦火戦争が始まりました。ネットの反応です。
全部台本、形式的な手続き。そうなるって知ってました。頼まれたなら仕方ないな。芝居が大根すぎて引くわ。二国のトップはロシアの工作員、外貨誘致罪そのものやな。ソ連が北朝鮮に軍事支援要請してるようなもん。沖縄が独立宣言して中国に支援要請するようなことか。だから左翼が喜んでんの。岸田だと危ない。内部から壊される、武装工作員を潜伏させ地域を実効支配、国を名乗らしてその支援という形で堂々と侵略、ロシア式って命名しますかこれね、帝国も人ごとにあらず、沖縄独立デモのおじいちゃんおばあちゃんたちがこちらであります。琉球独立なんてあの上り書いてありますけど、あとね琉球独立学会なんてものがいつの間にかありました。なんかあの知らねえ大学の、助教授とか講師とかそんな連中が名前つられてるんですけど、こいつらあの外貫誘致罪で事情聴取した方がええんでないの。完全にロシア式狙ってますよね。沖縄独立宣言して中国に支援要請ってね、ネット左翼もですねロシア擁護がすごいです。ウクライナは悪と決めつけております。ロシア式で沖縄か北海道を削り取りたいんでしょうね。あと危ないのが市長と議会が基地な川崎市とか相模原市が危ないですよね。こういうとこがなんか独立宣言しちゃって、中国に支援要請、ふざけんなって話なんですけどね。松野官房長官記者会見、21日時点で約120人の日本人が残っている。これウクライナ引き続き退避呼びかけを継続する。これねあの政府がウクライナにいる日本人は退避してくださいって勧告呼びかけ何日も何日も前にしてたんですけど、言うこと聞かねえやついたもんで120人もね。ネットの話、退避命令あれだけ出ててこれ気の毒な結果になっても仕方ない。この後に及んで逃げなかったらもう自己責任で、何があっても文句さえ言わないならどうでもええわ。ウクライナのために戦うってことだろう。ウクライナと運命を共にせよ。被害者コスプレするためのつべ芸人たちだろう。政府が見捨てたというストーリーを組み立てたい連中がいる。なんで退避勧告に従えるのか従わないのか全然わかんないですけど、まあ、政府のせいにしないならご勝手に、政府はちゃんと呼びかけしてますからね。逃げた方がいいですよ。夫や奥さんがウクライナ人とかならウクライナのためにロシアと戦って、くれと。日本人ならば、ワイドショーはですね、あの政府のせいにしたい、政府のせいだって連日放送しますね。この人らにもし何かあったら、これは確信です。それに騙される人もきっと出てきますね。いつもいつもあの騙されてる人らなんですけどね、ワイドショーに騙されてる人間はね。私が通ってる病院の待合室、いつもあのテレビあって NHK の番組やってるんですけど、高齢者さんの凝視がすごいです。テレビを食い入るように全員見てて、まあ若い人はスマホいじってて見てないですけど、すごいです。ちょっと恐ろしいものがあります、あの視線には。ですんであの毎回騙される人は必ずいるんですよね、なぜかね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとあの東京支部長、募集しております。よろしくお願いします。デトックスジャパン。